ハイライトね、白髪をぼかすハイライトすごく皆さんやってくださってるんですけど、あのね、その白髪ぼかしハイライトってブリーチを使うんですけど、ブリーチの中にも従来のブリーチと、あとダメージをものすごくカットしてあるブリーチ、要は傷みにくいブリーチっていうのが最近また流行ってきてまして、それを使うとですね、あのハイライトをしてもかなりあの髪の毛がいいんですよ。ですね、髪がむしろツルツルになるというか、手触り良くなるぐらいの、そのケアブリーチといって傷みにくいブリーチがあります。これね、もともとはあの若い方のすごいビビッドなカラー、赤とかピンクとか青とかっていう白とかね、そういうのをする人たちが髪がなるべく、ね、持つように傷まないようにっていうので最初こう使われてたブリーチなんですけど、それが最近ね、その大人女性 あのハイライト需要によって、やっぱりね、大人女性の方たちも髪弱いですし、あの痛みませたくないっていうので、それを使おうっていう動きになってきてまして、あのそれをね使ってあのハイライトを入れると、かなりね、今までのその、もともとハイライト自体ね、そんなにこう全部ブリーチするわけじゃないので、そこまではダメージ気にならないわっていう方も多かったんですけど、さらに痛みにくいあのハイライトが入れることができるので、もしね、そういうのを使ってる美容室に行ってる方はちょっと相談してみるといいと思います。もうね、使ってる方もいるかもしれないんですけど、そういうものがあるっていうのをね、知っとくだけであの美容師さんに相談したりね、あのできると思いますので、やってみると幅がぐっと広がりますし、繰り返しやっぱりハイライトとか白髪染めてやっていくものなので、かなりこう長いスパンで見るとケアブリーチっていうのをやった方がいいかなと思うので、ぜひお試しください。